ありがとうございます。今市長さんが言われたですね、話、私は同じ方向で理解をしているつもりでありまして、エンパークなんかの、エンパークは名前がエンパークってつけた、その時からその、イメージも含めて、その中に今言われたことが、私は包含していると思っております、新しい言葉です。これは塩自身が新しく作った言葉でして、その時に定義づけも含めて作業がされているというふうに理解をしておりますが、子ども教育部という名前はそうではないんじゃないかなと思います。この平成26年の12月にこの議案が審議された、この議事録も読みました。同僚議員が同じ趣旨でやっぱり質問されております。その時にこれからどうするかってことでは、4月からはそういうスタートをするが、柔軟に考えたいってことも市長さんおっしゃっておられます。やっぱりこれはここで検討をやめてしまうということではなくてですね、ぜひそういった観点で、私どもは全てやめてしまえってことを今言っているわけではありませんので、検討はぜひ続けていただきたいなと思います。これは要望にしておきます。次にシティプロモーションに関してでありますが、一点この部長にお伺いをしたいですが、シティプロモーション戦略の、人口に関する目標値、これがありますよね。プロモーション戦略の中で9年後にどういった姿をということが書いてあります。2035年の人口推計目標、これが市の人口ビジョンにある数値、これと一致をしている。これは当然のことだと思います。6万5000人と、数字的には6万5000、10人っていう数字を使っておりますが、これは同じことだなと思っておりますが、シティプロモーションの目標数値がここでこの対策をすることによって人口の減少を食い止め、あるいは流入人口を増やすと、こういう構想でありますので、それがアクションプランを実行することによってその人口が確保されるというふうに、これはそういう読み方でよろしいでしょうか。企画政策部長。おっしゃるようにですね、先ほどもご説明しました5次層と一緒に歩んでいくものでありますので、目標人口もそういうことでありますし、目指しているところもそういうところでございます。3番議員。ということだと思います。とすればですね、このシティプロモーション戦略に書いてある書き方、文章としての、これはちょっとまずいんではないかなと思います。シティプロモーション戦略が、このアクションプランも含めた形で、この対策をすることによって、例えば空き家対策でありますとかですね、いろんなことをやるということが盛り込まれておりますが、このことをやることによって、人口が確保されるという文面になっておりますが、そもそもこれは第5次層の、いろんな施策、あるいは地域総合戦略の中に書かれている対策をすべてやってですね、そして10年後を見ると塩尻市のあれが6万5000人が確保されるというふうに、これはやっぱり読むべきであって、シティプロモーション事業自体が、やることで、これはこの人口の確保ができるというふうに、この文章では読み取れますので、これはいくらなんでも言い過ぎ、書き過ぎではないかなって私は思います。このことが書き直しがリライトされるかどうかはあれですが、私にはそうに読みますのでですね、やはり一向要するべきじゃないかと思いますが、いかがでしょう。企画政策部長。多分少し考え方のところで違いがあるかと思いますが、ご時層につきましては、我々今ご説明のあったとおりですね、さまざまな、産業でありますとか、どこで住んでいくんだとか、土地はどうだとか、空気はどうかですね、そういう部分に当然に書いてありますし、シティプロモーションにつきましては、特化した政策ですね、基本的にはマーケティング理論ですので、すべからくすべやるということではございません。ターゲットをどうして、それをどういう状態にするのかというところの理論が基本になっていますので、言い方あれなんですが、戦略ということは
やることやらないことを明示するということでございますので、やることについて明示してあるのが C プロモーション戦略というふうに私は捉えております。3番議員。はい、分かりました。分かりました。で、次もう一つ、アクションプランに関してですね、24年度に移住者への補助制度の検討というのが具体的に書いてございます。企画課ではすでにこのことを検討しているということでしょうか。また28年度はですね、市民課に移住定住のワンストップ窓口、これを設けると、これは28年度にやると、そこに書いてあります。移住コンシェルジュ、この配置が具体的に、これはもう今予算の段階、28年度の具体的な事業施策を説明いただく、もう今場面になっておりますので、この具体的にこの言葉が予算書だとかですね、実施計画というか計画書に盛り込まれているかどうかお伺いしたいと思います。企画政策部長。おっしゃるようにですね、予算書の中には載っております。で、先ほどもちょっと説明をさせていただきましたが、移住に対する、コンシェルジュ的な役割を担う組織ですね、組織って機能、それにつきまして委託をしていきたいというふうに考えています。委託先につきまして現在のところ、信号公社を想定しております。3番議員。はい、分かりました。そちらの方の資料をまた見させていただきたいと思います。あと、この今の空き家対策、これがここに具体的に書かれておりますが、これも一点お聞きしたいですが、空き家対策っていうのは実務を企画課がこれから引き継いでやっていくというふうに捉えてよろしいでしょうか。企画政策部長。先ほど答弁させていただきましたようにですね、基本的には推進する母体がございますので、我々だけでは決してできませんね。例えば本当にその住宅を関係しているその皆さん、いくつか民間ございますので、そういったところのノウハウを使いながらですね、やっていきますよと。で、その取りまとめは推進会議でありますが、その下についてはそういうワーキンググループがありますので、そういうところの知恵ですね、行政だけではもちろんできませんので、民間の知恵、産官学金というような話も先ほど差し上げましたが、そういった知恵を使ってやっていきたいというところでございます。3番議員。はい、分かりました。形はそれで私はいいと思うんですが、もう1点だけ、空き家対策に関しては、地域によって空き家の実情や、それによって進むべきやり方というのは違うと思います。例えば奈良井平沢の、空き家と大門地区やですね、吉田の空き家というのは意味さえ違う。ですから、これに対する、対応だとか考え方、あるいは地元の関わり方、こういったものがみんな違うというふうに私は思います。そういうことの中で、今言われた、言葉、推進体制の中で描いている中に、私が今心配しているのは、例えば奈良川だとか相馬だとか、いわゆる市街化区域外の部分っていうのは入っていないんじゃないかなと、そんなふうにこの計画書を読んでると読めますが、いかがでしょうか。企画政策部長。空き家対策につきましてですね、これまでもいくつかご質問いただいてますが、基本的には都市計画区域外と市街化区域でありますので、それは対象になっておりますので、今ご心配の向きにつきましても、一律にすべてをですね、当てはめるというつもりはございませんでして、先ほど申し上げましたそのコーディネートを差配するもの、そういったものの力によりましてですね、そこら辺を進めていきたいというふうに考えています。3番議員。分かりました。だとすると、私も地区へ帰って役員等をやっておりますし、こういった話を地元でも出ております。非常に深刻なむしろ話がいろいろ出ておりますが、こういった相談をこのシティプロモーションというタームの中で市に相談すればですね、前向きなことを一緒に考えていただけるというふうに私は理解しましたので、それでよろしいでしょうか。企画政策部長。もちろん我々もやりますし、議員もご一緒に、地域も一緒にやっていただきたいという考えでございます。3番議員。了解いたしました。よろしくお願いしたいと思います。最後に、地方再選挙権に関して、委員長さんの方からお答えをいただきました。言われた方向で私理解をいたします。要はですね、
と一つは投票率の目標をという言葉で私が申し上げましたのはですね、その投票率の目標を具体的に立てろということではなくて、投票率を追うっていう作業がこれから投票を子どもたちに啓発をしていくその私は足がかりになる、そうに考えますので、18歳の皆さん、18歳で私いいと思うんです。対象はとりあえず本当は18歳19歳、それと今それを今回のあれになってない20歳まで本当は拾えればいいんですが、作業が大変なことも分かりますので、とにかく18歳今回、新たに対象になる18歳の皆さんがどんだけ投票行動をしたかっていうことをまず取っていただく、まずは最初は 手作業になるというお話でありますので、大変なことは承知でお願いをするんですが、ぜひ取り組んでいただきたいなと思います。その後ですね、これはやっぱりそれは何につながるかっていうと、それから後の世代、このデータをやっぱり取っていくと、それで今回取ったデータと比較検討する、あるいはその上の世代と比べるっていう作業になりますんで、そこでもって戦略が生まれるんではないかと思います。子どもたちに対してはですね、政治への無関心、これ今まで小学校中学校も含めた教育現場であまりにも語られなさすぎたんではないかなって私は思いますんで、今後ですね、政治への関心ということも含め、あるいは民主主義教育、あるいは主権者教育、こういった言葉で子どもたちに広くですね、言葉が行き渡る、そのきっかけに今回の作業がなっていけばと、それが私の言いたいことでありますので、ぜひそんな方向で進めていただきたいなと思います。その中で、これは支部局の方へのお願いでありますが、この作業が現在は投票所では大きなところのみ、機械式受付システムというふうになっているかと思います。全部やるとコンピューターが40台もいるっていう実務的なところ、あるいは予算の話をすると難しい部分が出てくると思いますが、ぜひこれは前向きに捉えていただいて、今すぐってことではないですが、全投票所にですね、そういったシステムが同じものが入るという、それをぜひ目指していただきたいなと思います。そういうことでもって、これは全館ではなくてですね、市の当局に対する要望ということになりますが、こういった部分を強く要望させていただいて、私の一切の質問というふうに閉じさせていただきたいと思います。ありがとうございました。以上をもちまして、篠原俊博議員の一般質問を終結いたします。